はい、皆さんこんにちは、オルタです。今回はフォールアウト4のモッド紹介をやってみたいと思います。今回紹介するモッドはファクションフィールドアウトフィッツというモッドで、各派閥のカラーをモチーフにしたベレー帽とアーマーを追加するモッドです。このモッドは今自分がライブ配信でやってるゲーム内にも導入しているモッドの一つで、シンプルでかっこいいので、もし動画を見て気に入ったら導入してみてください。それでは早速始めていきたいと思います。のんびりご視聴ください。はい、それではアイテムの入手方法について説明します。試しに身につめのベレー帽1つを入手してみます。コンソールコマンドを起動してヘルプスペースダブルクオーテンションベレーダブルクオーテンション4と入力、するとアイテム ID 一覧が出てきますので、次にアイテム入手コマンドを入力していきます。プレイヤー、ドット ADD アイテムスペース、そして次に検索したアイテム ID を入力。ミニッツメンは25000827と入力して、スペース個数は1と入力します。これでインベントリに追加されているはずなので確認してみます。はい、ちゃんと入ってますね。あと ID 検索コマンドとアイテム入手コマンドは概要欄に記入していますのでチェックしてください。これから不定期ですが、導入済みモッドの中からピックアップして紹介していきたいと思っていますので、お楽しみに。それではまた次回のモッド紹介でお会いしましょう。バイバイ。